カーバンクルがテントに到着するとファンファーレが鳴り響きました。さあ、いよいよサーカスの始まりです。団長の挨拶が終わり、空中ブランコ、玉乗り、火の輪くぐりと続きます。そういえばあの団長、どことなく誰かに似ているような気が。アルルがそんなことを思っていたら、突然カーバンクルがステージに呼ばれました。団長はカーバンクルを消してみせると言っています。カーバンクルは嬉しそうにステージへとかけていきました。会場中が緊迫する中、団長が何やら叫ぶと、カーバンクルは煙とともに消えてしまいました。観客たちは大興奮、アルルもびっくりしてしまいました。やがてショーもすべて終わり、団長はフィナーレの挨拶をしました。アルルはとっても満足し、力いっぱい拍手をしたのでした。サーカスが終わり、観客は次々と帰っていきます。アルルも帰ろうとしましたが、カーバンクルはいないことに気づきました。さっきのステージでのショーをすっかり忘れていたようです。舞台裏に回り探してみたけれど、カーバンクルの姿は全然見つかりません。だんだん不安になってきたアルルは、近くにいた団員に尋ねました。それが思わぬ長旅の一歩になるとも知らないで。もう
Yeah.
イメージするのです。あなたの探しているものを。探しているもの、カー君だね。カー君、カー君、カー君。うわぁ、なに、父さんの声、どうなっちゃったの。その魔法陣があなたの探しているものへと導いてくれるはずですわ。ありがとう。まったく、世話が焼けますわね。
マスクをつけたいかにも怪しいって感じの男が連れていたような。それそれ、よくわかんないけど多分それ。その人どっちですか？はは、さては、この人が審査員でしょう。私を騙そうったってそうはいかないよ。あの、もしもし、
ハルルだけ美少女コンテストには行かせないよ。やった！
なかなか本当の友達はできないと思うよ。友達？そう。だからなのね。私はいつも一人ぼっち。そんなに落ち込まないで。僕たちはもう友達でしょ？え？私のお友達になってくれるんですか？嬉しい。あなたのお名前は？僕はアルル。私はセリリーです。アルルさん、私も一緒にお手伝いします。うん、それじゃあ一緒に。って、え、一緒に来るの？はい、お友達ですから。Yeah.
Yeah.
局ドラゴン逃がしちゃったじゃないのよ。せっかく寝てたんだからそっとしとけばよかったんだよ。まあ自分の失敗を棚にあげておきながら。二人とも喧嘩はやめて。あなたたちこの神殿に何か御用ですか？ちょうどよかった。うちのカー君見ませんでしたか？カー君？黄色くて耳が長くて額に真っ赤な宝石がついてるんです。宝石？やっぱりあなたたちはこの神殿の宝が目的なのね。ここから先へは行かせないわ。僕の話ちゃんと聞いてる？出て行かないなら力ずくでも追い出しちゃうから。行きます。戦うのですか？それでは、
Yeah.
Ah!
女コンテストが始まるのね。あれ、どうして私は一緒にいるのかしら。我がサーカスへ。あ、サタン審査員。え、ってことはまた君の仕業か。カーバンクルちゃん、ちょっとなんか様子が変じゃありません。あのカーバンクル人形ですわよ。それどころかあの人自身がまるで人形みたい。サタン、うちのカー君はどこ？うん、なんだお前たち。私のカーバンクルちゃんを奪いに来た。しかも仲間を連れてくると。ふん、愚か者め。え、何？どうしたの？他の奴らはもうみんな動けんぞ。一人で来いアルル。お前に新しい世界を見せてやろう。行きます。ショータイム。ところにいるのだ。なぜって、君がカー君を連れてったからだよ。アルル、何を言ってるんだ。こ
この私がカーバンクルちゃんを無理やりさらうような真似をするわけがないだろう。何よ、とぼける気？知らんものは知らん。そいつは何も知らないよ。だ、誰？よく来たね、アルル。でももう遅いよ。カーバンクルは僕のものだから。誰なの君？どこにいるの？ここだよ、アルル。君はピエロじゃないか。なぜ君がカー君を？カー君を返してよ。ダメだね。せっかくサトゥンが連れてきたんだから。だったら力ずくでも取り返すからね。さーて、できるかな。僕に勝つということがどういうことか教えてあげるよ。え、僕がもう一人？行くよ。Hey!
Hey!
カー君？